トキ、アゴ、ザキです。俺たちがブームを作るウォーターボーイズブームです。今日はバトルライン、おいで2人用ゲーム、負けず嫌いの2人に今日も戦ってもらおうルール動画ちょっと別に上げてるんで、そっち見てからよかったらプレイ動画に任せるんでね、見てください。それでは本編まで、レッツゴー。ではバトルラインやっていきたいと思いまーす。おーい。ということでバトルラインも2人専用なんで、僕は裏方をします。ルールは2人分かるかい？はい、はい。まあ、前やったね、リトルレギオンと似てます。それの1ラウンド制のコマが9個もあります。このコマを連続した3つ、5個5個とかを獲得するか、合計5つを獲得するか、じゃあその人の通りになります。でね、ちょっと上級編のルールだけ入れますね。これ照明っていうのがあるんですけど、フラッグを置いた時に、うん、それを行うのが自分の手番の一番最初だから、カードを置いて相手ターンになって自分のターンに帰ってきてから照明ができます。それではじゃんけんしましょうか。まず高校のが有利です。最初はグッチョグ、はい、アイコンショー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 、仲良し、強いわ。先はもちろん先行、先行かーい。でこれってドローが後からないな。後からね。手札は7枚で、出した後にこの舞台カードかセンスカードか。おお、8が強いね。8、90が一番強い。で、俺は舞台か戦術か。戦術を引く。なるほど。まあ、セオリー通り。おお、見えてきた。センスか。じゃあ俺も目指すよね。ウェッジを。最強ウェッジを目指すよね。どっち引きますか。でもウェッジって確かあれやんな。FF7 出てくるあのデブいたら確かウェッジやったと思うわ。マジ、うん、最初のウェッジやったっけな、あれ。あ、なんか捨てた臭いな。どうなんやろ。あ、そう、来たな。アドドロー結構忘れるね。アドドローの時忘れる。俺もめっちゃ忘れるかった。あ、FF7 ウェッジや。調べ、調べ。なるほど。じゃあ舞台で、舞台行きます。5か、いきます。コステロール、コステロール、うん、コレストロール、コレステロール。あ、反応戦術引いたな。俺も戦術を、もう一回。今回同じ役やった場合は先行で証明した方が勝てるんで。5か。お、パランとソース引いたな、反応踊りから2番目。ここに1。お、なるほど。同じくパランです。序盤から悩む2人、これは40分後ですか。ちょっとまあやばいね。やばいのよこれ。はい。お、10。まあ目指すっていう感じか。ただ10か、10と1は繋がらないんで、ウェッジはもう緑98しかないです。え、91なかったっけ。ないです。いいですか。トランプじゃないんで。あ、カード引いた。あ、そうだ、さっきあとドロー、あとドロー、あとドロー削るのが取り締まっていい。珍しい、後ドローケースなかなかおらんけど。普通先ドローな、先ドローケースやから。どこのゲームでもいいよ。うわ、難しいな、やっぱりバトルラインって。めっちゃ考えられないね。相手のボード見なあかんからさ。めっちゃむずいよ、これ。お、これで、2人のウェッジが消えました。あ、なるほど。あえてザキは見せたか、もうそれ出すのがそれしかなかったか。舞台、そっちでしょうね。ハンズは緑10はもう無理なんで、3カードを目指すことになりますね。ちょっと今のタイミングで分かったのは結構近いかもしれない。きついね。きついね。いやいや、時間かけすぎ。勝ちにいってる、勝ちにいっとるから、勝ちにいっとるから。これはね、ちょっと座らせてもらいますね。うん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 。だいぶ紫分厚いからな。もう678のウェッジしかないな。このゲームね、先に証明されたらそこの場にはカードを取ることできなくなるんで、それは注意してください。あ、そうやってっけ。うん、それは結構痛い。走る。あ、アドローケースもね。アドローケースが舞台。はい、戦術を使わない2人とも。なぜだ。取っときたいよね。そうそう、こう先制しろ今。どっちが先使うかっていう。お、端っこ攻めるね。あー、まあ1やしな。お、戦術引いた。いきます。おーな、半蔵戦術2枚。2枚。あー、先も2枚か。水曜。あれ強ない。強いな。じゃあ舞台引きます。1から10の数字と色6枚、合計60枚なんで
全く同じ箱が1枚しかないです。15枚だわ。これ照明みたいな。そうそう、3枚だと照明始まらんからか、とりあえず。そう、お互いにな、揃えてないから散らばってんな舞台は。結構この照明強くなるな。いやいやいや、できないんだよ。できたらやってんだよね。そう早照明しようと思ったら最強ベンチぐらいじゃないか、今のところ。作戦、はい、え、おえ、捨てに行ったぞ。捨てたな、捨てたな、俺は。だって、あれなんていうの、一番何にもないホスト。豚や、豚や、豚ホストって言うらしい。かっこいい、かっこいい。あ、で、合計点が4点やな、ね、もう負け、もう勝てへんもんな。よし、これ切る。俺はセンスカードを使います、はい、お、裏切り、次いいよ。はい、まだ確保されていないフラッグに配置されている敵の舞台カード1枚をこっち側に持ってくると。うん、俺がいただくでしょうね。ゾウさんをいただきます。半蔵さんのゾウさんをいただきます。で、俺は舞台カードを引きます。で、ザキは2枚多く使えないんで、半蔵が1枚使うまではもうセンスカード使えません。あえて使わないのも半蔵って感じですね。じゃあ俺は最強ベンチを作ります。890の緑で、ドローな舞台カード引きます。きそうやけどな。終わりです。戦術カード使います。5つに来た。何が来る。まだ確保されたフラッグに配されているカードを移動できます。なるほどね、はい、すごく諦めて違うところに行くと。確かに青の、そっかそっかそっか、青の上の方ねえな。あー、止まんない。なるほどな。これで次俺が確保になるから。あ、はい。で、タイミングはこれ今タイミング、あ、今今やな。じゃあこれ今なんで最初のベッチなんで。いや、何も置いてない、何も置いてないから照明いっちゃうじゃん。照明いっちゃうじゃん。できるけど、先行やから。先行絶対いいから。あ、いい、うん。あ、そっか、8、9、10より上はいかんから。そう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 、このパターンはいける。確かに19じゃなかったらいいけど。そう、19面白いね、今の。ほんまや。うん、じゃあ、過去結構ジャンプ獲得と。戦い戦数1枚使ったから、竹の半蔵も使いたい放題です。じゃあ、はい、7、8、9のベンチを完全に出ます。はい、はい、でもまだ8、9、10があるんで全然ダメと。まだ証明できないと。いや、ダメだ。じゃあ戦術いきます。いきます。はい、6のスリーカード、パランツが出た6のスリーカードです。引きます。はい、で、これ証明できるんじゃないのか。あ、できます。5のスリーカードがしか作れやんから、うん、6作ってるんで、いただき、はい、いきます。うん、タッチ行こう。舞台なるほどやけど、えらいあれよく待ってくれたって感じはするな。でも、あー、そうか、確かに。絶対消したかったんやろうけど、にしても、うん、確かにありがたい。あのサイズのカード置いてくれるのは何見てもらってんだよ、そんな、あんなとこ。あ、それは若干そうかもしれない。おーん、ありそうやな。裏が7か紫10か。いや、これ持ってそうな。外来9は出てないから、まあいいや、紫7を出して。あ、でも勝ちかさ、そんなのがきつくなってきたね。舞台、はい、おお、なるほど。はい、はい、舞台いきます。はい、あ、ターン始まったんで、はい、判定させて、もう勝ちです。じゃあ、釣りカードかな。釣りカードです。切るか、切るか。紫の10です。うおー、なるほど。きたな、リュウス、きたー。で、戦術を1枚投入します。あ、証明書こバレた、マジのことバレた。証明書きます、ここ OK です。戦術5、戦術はい、半蔵さん、はい、ここはもう、うん、8、90で超えてるじゃなくて OK です。半分ぐらい見たかな、60枚中30枚ぐらい。おー、なんだろうね、出たと。はい、
じゃあ戦術コア使います。はい、立て。321のどの色で塗られると緑の位置にしますと。なるほど、もちろん。で、これは戦術置いてくれたから、置いて、今、人間にだからお互い使える。これにちょっとかけたいよな。お、戦術がなくなった。そこだった。はい、セカンドターン。はい、俺のターンになります。で、今321のベッティング完成してるんで、はい、フラグを確保。レバーンで、あ、ごめん、あれ、死してなかった。青なら来た。あれ、あ、スリーカーだったら負けるのか。そやな、半蔵だってウェッジ、半蔵もウェッジもいいやしな。青7はもう青8出てるし、青10出てるし、うん、そう、うん、で、さっきの赤8は9が絶対なくて9ぐらいか、8、7出なきゃ。7、うん、頑張れ、それを確認できたら。いや、8がその前からな。8、8、8結構いたぞ。舞台で見たら1、2、3、4、5、あれ、ないやだから、スリーカードは出よう。ありえ、あと何枚、あと何枚あるな。1枚あるんだ、でもあと。あるけど無理や、スリーカード積んだぞ。理論あんない、あるんだわ、戦術で1個。あ、そうなんや。で、俺握ってないから、それやばい、把握処理なん。援軍騎兵みたいなのあるんだ。そうなんですよ。バッチリ、あー、終わったかもしれん。バッチリ合ってるすげえな。そもそも打球4つ持ってるから1個負けたらあかんとか今。あ、うまいだ。全部取るか、この2個取るか。引き分けで、どうなってるこれ。先行負けた。あー、引き分けでいいやな、そう、うん、なるほど。難しいぞ。はい、はい、紹介します。うん、あ、順番からいけるか、これが。そうだ、7、8、9のベッジが完成してるんで、多分どういっても厳しかったな。厳しかった、8出したから消えたいんだ、8、9、10が。そうやんな。せやま、せや、その時点で証明やわ。お前、無理やったな、思えば。その思いでこれで証明。お前、お前、これが最終戦で絶対負けやわ。で、証明で5つ目が確定、ザキの勝利。うーい、これはなるほど。あの、思ってるかは早かった。後半ちょっと早かった。どんどん。あ、前半でやっぱどこに出すかが大事なんかもしれないな。面白そうやな。いや、面白い。やりてぇな。面白かったよ。いやー、弱かったな、でもな。まあ、手札の強さはあるけどな。何ら証明せんよ。最後みたいな証明したいよな。けど、証明するためは気持ちいいよな、こうなんか。そうやな。うん。このカードはなくてなくて、僕のが強いよね、みたいな。では、仲のいい友達、夫婦でやってみてください。今日の動画が良かった方は、グッド、ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次のゲーム、動画でお会いしましょう。以上。